<laughs> えっと、私あの高,齢者の看高齢者施設の看護婦なんですが、えっと、今あのコロナのことが類2類から5類に変わるっていうので,で今マスクのことがすごい個人判断とかそんなようなことを言ってるのにもすごい危機感を感じてるんですが、えっとまあ、静岡浜岡原発も2 0キロ圏内3 0キロ圏内ってことでどこに事故になったら避難するんだろうとか。 あともう今、台湾有事っていうのもあって煽られてる感じなんですね、ニュースとか見て。そうしたら、どこへ J アラーなったら逃げればいいんだろうみたいな感じで思っててまあ共通して言えることは今の政府は発信ばっかりしてるけれども受け皿というか保証を削ってなんていうのかなセーフティーネットというかそういうのをなんかこうちゃんと意思で示さないというか。 国会でもしかしたら言ってるのかもしれないんですが、そのあたりをちょっと教えていただきたいと思います。ありがとうございます。まあもう無茶苦茶ですよ。無茶苦茶。あの無政府状態とは言わんな意思がそこにあるもんな。なんかもう目に見えないなんかこう、まあもうふもう完全にフリーな状態だと思います。やりたい放題。それはもうえっと。 去年、今年に始まったことじゃないんですよ、こういうのって、もうずっと前からなんだよっていう、計画的に壊されてきてますね、私はそう思うんです、急にそんな方針転換するのじゃなくて、もうそういうものって、えーと、計画的に進められてることだろうなっていうふうに思うんです、原発事故がありましたと、これをごまかすために、先々何が用意されてるかって言ったら、やっぱオリンピックなんですよね、オリンピック取りに行こうって動きになっていくとかね、でそのオリンピックが始まる前に、復興庁を解散させるとか。 まあ、結局、それはとどまりましたとど <coughs> まる形になったけれども、やっぱりこのロードマップみたいなものを作っている人たちがいるってことです、それが思いつきでやってるんじゃなくて、ずいぶん練られた形で進められてきてるってことですね。例えばですけれど、えっと、この、えー、有事、例えばですけどね、台湾有事みたいな話がありましたけれど、そこに関してアメリカと日本が一体化していくっていうような、えー、司令本部みたいなものを作るって言ってるけど、そんなもの、最近検討した話じゃないよってことです。 もうずいぶん昔、何十年も前にそれはもうアメリカとの間で約束交わしてんだよってことなんですよ。ただ相手が変わってるだけ。最初はソ連、それが北朝鮮に変わって、それが中国に変わったっていう。で、日本側がやることは何ですかって言ったら、守るのは国民じゃなくて、アメリカの艦船だったりとか、アメリカに飛んでいくものを何とかするために頑張りますっていう立ち位置のままなんですだから何かって言ったら、米軍の二軍が自衛隊になるってこと。で、 米軍は前にしゃしゃり出てきませんよ、お前らやれやっていう話なんです、武器だけ供与するわっていうことが現実になるだろうと、ウクライナ見てみって、正義のためうんっん言いながら、自分たちは出てきませんね、出てこずに武器だけ供与して、軍事、軍産複合体が儲かっていくってことが実際に前に進んでると、これ、オフショアバランシング、えー、結局は漁夫の利を得る、遠いとこから見ながら状況が、えー 状況を見ながらね、武器を送ったり、たまに出ていくけれども、自分たちは決して傷つかない、最小限に、えー、その被害を食い止められるような、えー、戦略で、自分たちの、えー、帝国をより大きくしていくっていうようなことは、もうこれもずっと行われてることなんですよ、世界中でっていう。で、その先頭に立ってるアメリカの属国として、植民地として、最前線で頑張りますと。むちゃくちゃですね、やってること。 例えば今、オフショアバランシングって何かってこと、ちょっと見ていただきますね。何の、一体何なんだこの緊張が高まったりとかしてる状態。テレビとか見たりとかしても、もう来るぞ、もう来るぞ。やばいぞ、やばいぞ。相手を叩けみたいなことが盛り上がってますよね。これって何なんですかってことなんですけど、はい。アメリカの戦略、オフショアバランシングとバックパッシング。はい。オフショアバランシングは状況によって、直接的なバランシング。アメリカ自体の軍備、抑止力強化と、 バックパッシング。同盟国に責任を押し付ける責任転嫁を使い分ける戦略なんですって。で、オフショアバランシングの方法をまとめると次のようになります。基本的にオフショアバランシングにおいては、アメリカは対等する大国、今で言えば中国を、他国、同盟国が率先して阻止するように仕向けて、必要な場合のみ、米国自ら介入する戦略。本質的にはこの目的は、 可能な限り、オフショア遠方で、遠方のままでいることがあるが、時折オンショア近接でバランシングを行う必要性も認識していると。近くでやるのは極力避けて、遠くでいろいろやるけれども、武器送ったりとか様々なことやるけれど、必要な時はちょこっと出張っていくんで、みたいなやり方ですね。 ただしその場合は、米国はその同盟国にできる限り困難な仕事をやらせ、自国の軍はできるだけ早く移動させるべきであるっていうのが、そのオフショアバランシングっていう考え方ですね。彼らの主張通りにアメリカがオフショアバランシングをうまく機能させることができれば、争いを避けて自国の国力を蓄えつつ、大国同士を潰し合わせて高みの見物を決め込み、他国が弱体化することによって、自国の国力を相対的に高めることが可能である。 オフショアバランシングの利点をまとめると以下のようになる。消費する資源と犠牲者を減らす。米軍が防衛にコミットする領域を制限し、他国に彼らの役割を果たすよう強いることによって、ワシントンが防衛のために使用する資源を減らし、本国でのより大きな投資と消費を可能にする。そして危険な状況にさらされる米国人が少なくなる。非常に賢いですね。やり方として。でも、その最前線に立たされる属国、 植民地。同盟国とは言いながらも。アメリカと中国の争いに誰が入りたいよ。アジアで入りたいなんて国ほとんどないですよ。逆に言ったらみんなやめてくれって言ってんですよ。外交してんです。メッセージ届けてんです。日本だけ。アメリカについていきます。武器も買わせていただきます。みたいな。はい。おしわバランシング。こういったもの。要はそういうふうに 誘導されていくことに対しててどうやって抗いますかっていう話なんですね。えー、アメリカの学者、ウォルトの分類ですね。ボーキングっていう方法がありますと。何ですか、それ。ボーキング、尻込戦略。ある国家がアメリカの力を制限する、より自動的な方法であり、アメリカが何かを要求したら、それを拒否するだけであると。例えばですけど、アメリカほど強力な国でも、すべての国に、 常に言いなりになるよう強制することはできませんね。一部の国が渋れば渋るほど他の国も同様に渋りやすくなるってこと。だから踏み込もうと勇ましくしてる奴らに対して、やめとけよって無理無理って。それ絶対やめてっていうことを声上げていかなきゃダメなんですよ。どうしてかってアジアだから。何お前出張ってきて余計なこと言ってんのって。やめろよお前ってこと言わなきゃダメですよ。中国もって。 アメリカも中国もやめろと。選ばすな、俺たちに。ってことを地域で声を上げていくってことをやらなきゃいけない。これまさに外交なんですね。はい。例えば、トルコがイラク戦争で自国領土の使用を拒否したように、尻込みは時に露骨であるが、多くの国はアメリカの要求を形式的に受け入れ、その実現にはできるだけ手をつけないという微妙なアプローチを取ると。ね、直接的に断るとちょっと、ね、何かややこしいな、みたいなことがあると。 でもこのボーキングっていう方法は、過去に日本もやってきたんだよって、何かを盾にして断り続けるってことが、過去には日本はやってきたんだ、なんだったら、これあの、例えばですけれども、吉田茂とか、えー、自分がやったことに功績があるとすれば、それはダレス国務長官、当時の国務長官に、再軍備の要求を断ったことだと。 再軍備に使う金を経済復興などを国の復興に使ったことであると、ごめんごめんって、戦争終わった後やし、しかもうち、憲法9条あるからさって、そんな出張って行ったりとか、無理やねんっていうことを、うちこういうルールなんで、申し訳ない、本当はね、分かりますよ、お気持ちは、みたいなやり取りをずっと続けてきたってことですよ。憲法9条が守ってくれるというよりか、憲法9条ってものがあるから、ごめんねっていうことをずっと続けてきたってことですね。 そのおかげで朝鮮戦争にもベトナム戦争にも行かずに済んだ。そういう経緯があるってことなんですよね。はい。で、まあ、えっ、ー、と、アメリカの中でもかなり高派の人たちがいます。で、ジャパンハンドラーと呼ばれているような人たち、CSIS とかと関係して、日本の政治家にも入り込んでいきながら政治的にいろんな変化をさせていこうとする者たちの中の一人いますよね。はい。アーミテージさん。まあ、実際に憲法9条邪魔やいうことをテレビでもインタビュー答えて言うてるんですよね。 憲法9条で守れるのかよみたいなこと言ってるような人たちいますけど、実際に邪魔だっつってんですよ、この人が。ねなんつってるか。必ず憲法9条がバリケードのように道を塞ぐとか。私の意見としては憲法9条は日米同盟にとって妨げにもなってきたと思う。変えるのは歓迎であると。日本周辺でアメリカ人を守るため、自衛隊員も命を懸けるという先生なのだみたいなね。わけのわかんないこと言ってますけれども、とにかく効力がないわけじゃなくて、効力があったんですよ。それを事実上、 効果のないような、例えば集団的自衛権みたいなものを憲法の改正せずに引っ張っちゃったから、本当バカですよね。そんなことやっちゃったら断れないよって。だってそれ以外のこと断ったことないやん。全部受け入れてるやん。例えば、日本の空って誰のものって言ったアメリカのものですよ。米軍のものですよ。1都8県の空を米軍が完成してるんですよ。沖縄もそうでしょ 日本全国どこにでも基地が作れるんですよ。そういう密約になってるから。だから北方領土返ってきませんね。北方領土返すってことになったらそこに基地作られたらどうするって言ったらロシアビビりますよ。やめてくれよって。だから、北方領土交渉になった時にプーチン側から言われたことが何かって言ったら、えっと、アメリカ側にお前基地作るなという話、ちゃんとできてるのかって。つまり自国の領土交渉において、 アメリカにお伺いを立てなきゃいけないっていう時点で、これ、独立国家じゃないんですよ。属国なんです。植民地なんです。創始国様にちゃんと聞いてこいって、ロシアから言われちゃうぐらい恥ずかしい国家なんです。話戻ると、こういうような状況。で、実際、外交外交ってお前らそんなもん、外交で国守れんのかみたいな人いますよ。軍備増強しろみたいなこと言ってる人いるんですけど、一番それがお花畑なんです。この国は外交すらやってないんです。 例えば第二次安倍政権始まってから、北朝鮮からのミサイル95回、核実験4回、この間に政府が何やってきたかって言ったら抗議してます。国内で言ってますもんね。けしからんいかに思うみたいな。舐められちゃいけないみたいなことはなんか政治家その雰囲気出すんですけど、違いますよ。結局その先どこ行ってるかって言ったら中国大使館経由。中国に何とかしてくれ。 っていうことを抗議してるだけなんです。でもそんな伝言ゲーム、外交って呼べませんよね。どうして直でやれるように、ルート作っていかないのって。だって人質もいるんだぜ、こっちは。そうでしょ拉致被害者もいるわけだから。時間に限りがあるみたいなことを言いながら、私のライフワークだとかいう政治家いっぱいいるけど、どうして国交っていうものをつな、つなぐっていうような話になっていかないの交渉のしようがないじゃない。 つまりは外交なんてされてないってこと。じゃあ各国は、この中国とアメリカの対立に対して、どのような姿勢で臨んでるかってことを見ていただきます。はい。例えば、アジア、東南アジア諸国の対応、Don't make us choose. つまりは私たちに選ばせるな。どっち側につけなんて選ばせるな。そういうメッセージを発信し続けるってことは、これ、外交じゃないですか。 アジア諸国でそういうメッセージを発しながらお断り。はい。例えばですけど、インドネシアのジョコ大統領、えー、競争や対立をしている時期ではない、えー。他にもマレーシアのマハティールさん、我々は関与したくない。我々はロシアや中国ともビジネスがしたいので関与したくない。当たり前ですよ。だって今、世界中で、その一国で物が作れるなんてことありえないでしょサプライチェーンなんですよ。 1> iPhone 1台作るのにも各国の力がないと届かないんですよ、手元に。どこかが届かれば物も届かない。だからこう、どんどん、なんだろう、物価も上昇していくって、いろんな連鎖が生まれるんですよ。勘弁してくれよって、いう話なんですね。他にも、例えば、これは韓国で今年の2月、えー、去年の2月か、ソウルで開催された韓国フォーラム2020年で、外交部の経済大使が語った言葉、どんな陣営に入ったとしても中国との協力は不可欠だと。 まあ、あ韓国ですから、アメリカ、日本陣営に近いですけれども。でも、どんな状況になったとしても中国とは切れないよってことは言ってるわけですね。他にもインドネシアの外相、対立に巻き込むな。えー、他にもシンガポールの首相、アジア諸国は米中のいずれか一つを選ぶという選択を迫られていることを望んでいない。他にも、えー、シンガポールの外相は、誰も猫の手になんてなりたくないってことまで言ってます。属国になんてなりたくない。はい。 他にもフィリピンの国防省。私が心配しているのはアメリカの保証がないことではない。我々が求めて欲し、えー、欲してもいない戦争に巻き込まれることだ。えー、スリランカの首相,、えー、首相、いかなる軍事対立にも巻き込まれたくない。当たり前ですね。マレーシアの国防省。大国も私たちの自己決定権を取り上げることはできない。はい。アセアン全体で様々な会議が開かれますけれども、外相会議でも えー、アセアンは地域の平和と安定を脅かす争いにとらわれたくはないと。様々な連携をしていきながら、こう、彼らに自制を求めてっていう外交を続けてるんですよ。はい。えー、このアセアンの会議でも、タイの、えー、首相が、えー、アセアンは誰とも対立しない。どっちの側にもつかない。えー、オーストラリアの元首相、ワシントンと北京のどちらか一方につくつもりはない。他にも、えー、 オーストラリアの首相、元首相、中国封じ込め論、決して支持しない。えー、そして、えー、オーストラリアの国防省、二者択一を迫るようなことはするな。そういう話なんです。この世界の動き見てて、日本の動きだけおかしいでしょ。私はそう思うんですよ。これ何の意味があんのってことなんです。何の意味が、意味がないんじゃないですか。意味はあるんですよ。緊張を高めることによって儲ける奴らがいるってことですよ。 戦争になればさらに儲かるって奴らが出てくるってことなんですよ。軍産複合体、軍事産業に対して貢献をするような、そういう戦争ビジネスに俺たちを巻き込むなよってことを、今、この国に生きる人たちが声を上げなきゃいけないってことなんですね。でも多くの人たちは、ウクライナの状況を見て、やばい、日本が来た時には、自分たちの国ぐらい守れなきゃいけないよねっていう感覚になってる。そはそうですよ。あんだけ日々、 テレビで洗脳され続ければ、そういう思いにもなる。でも冷静になってみてって。ウクライナ、ロシアがやったこと、侵攻したこと、侵略したことは絶対にやっちゃいけないってことは最大限の非難を申し上げなきゃいけない。けれども一方で、それ以外の部分は中立に、私は保つつもり、保つのが一番いいと思ってるんです。だって、 その停戦の交渉ということのカードに日本がなり得ることも考えなきゃいけないってこと。G7 と足並み揃えて一緒に経済制裁を加え続けたとしたら敵国の一つになっちゃうんですよ。でも敵国になっちゃダメなんですよ。敵国にならなければエネルギーももらえるんですよ。それだけじゃなくて、その緊張がアジアにラウンドが回ってきたときに、日本はどう対処するつもり 目の前にいるのロシアですよ。中国ですよ。つまり何かって言ったら、自民党がやっている現在のアメリカ一辺と、あなたの背中についていきますみたいなことだったら、この国無茶苦茶にされるよってこと。絶対やっちゃいけないんですよ。で、ごめんなさい。最初のとこだけ行くわ。ここまで話したから。ぼんやりちょっと話すだけじゃわからないかもしれないので、欧米軍事企業の笑いが止まりませんよってことを見ていただきます。こちら。9.11の後からは、アメリカの軍事企業、 その株は急騰してるよって。例えば、ロッキード・マーチン。これ、まず最初の大きな山が来たのが9.11のテロから。次はリーマンショックで下がっていくけれども、IS の台頭でまた爆上がり。北朝鮮の緊迫するだけでも爆上がり。そして、ウクライナ侵攻でも上がっていくと。右肩上がりですね。はい。株価です。で、レイセイオン・テクノロジーズっていう。これも右肩上がり。同じような理由で。そして、ノーストラップ・グラマン。右肩上がり。ゼネラル・ダイナミクス。右肩上がり。 で、軍産複合体を研究する人から見たら、この状況何なのかってことなんですけど、90年代の初めから2000年代の初頭までは、軍事産業には市場の関心ゼロだったんだよって。でも2001年から突如株価が急騰して、例えば90年代の100ドルの投資が、現在400ドル止まりの他の産業に比べて、軍事産業2000ドルに高騰してんだって。 アメリカの防衛産業は防衛政策とは無縁の金融市場の論理で動くようになってしまった。今や市場が同産業幹部、アメリカ政府に政策を強制しかねない状況になった。ウクライナ戦争ではどうなってますかってもうその緊張が高まった。そしていろいろ、いよいよ侵略っていうようなことが進んでいったときに、アメリカの八大防衛関連企業が紛争の長期化に備えることを目的としたペンタゴンの機密会議に招待されたりとかしてるんですね。 で、えー、武器対応法と、どんどん武器を送れよっていうようなことも前に進んで。で、その中でも成長しているっていうかね、まあ各防衛産業は成長してるんですが、レイセオンっていうところの売り上げ、結構上がっちゃってんだって。なんでですかって言ったら、皆さんテレビでも見たことありますよね。レイセオンが作ってるもの何なのか。ジャベリンとかスティンガーとか。ね。こういうものを作ってる人たち。で、まあ、とにかく、えー、陸軍はウクライナに1400機スティンガー対空ミサイルを送った。 で、その後にまた6億2400万ドルの契約をレイセオンに新たに発注したんだよって。結構バンバン発注かかってて、もう右肩上がり。で、この方ご存知ですかって。2016年から2000年まで、レイセオンで取締役だった人。ロイド・オースチンさんって方。この方、2021年からはバイデン政権でペンタゴンのトップやってるんです。国防長官ですよって。はい。これって回転ドア人事って言うんじゃないのって。 ある業界、ある企業、業界、えー、その内部の人間を政府内に送り込んで、企業、業界内の利益を最大化させるような政策決定に関与させると。日本がこれからアメリカ様、買わせていただくトマホークとか様々な武器ありますけど、トマホークどこが作ってるんですかって言ったら、もちろんレイセオンでございます、みたいなね。はい。まあ、こういった状況、もうちょっと説明してもいいんですけど、もうそろそろ皆さん、疲れてきましたか一旦ここで終わりましょうかまだ続きはあるんですけど、一旦ここでやめますね。 話戻ると、様々な不条理が押し寄せてるっていうことは、決して、昨日今日何か思いついて前に進んだことじゃないし、ここまで社会が崩れるっていうのは、昨日今日いきなり何かが起こったわけじゃないんですよね。何十年にもわたって、政治への監視というものを多くの人々が怠ってきた。私もそうですよ。政治に対して、あの、全然目を向けてこなかった。 だからこの国の株主としての役割を果たさなかった一人として非常に悔しい思いをしてるんですよ。ある意味で気づいちゃったからもうこれやるしかないっていう。とことんやってやろうぜっていう気持ちになったってことですね。まあ何かって言ったら様々なことが政治を通して決定される。逆に言ったら政治が一番大きな決定をしていくわけですよ。政治で決め、決まったことは政治で覆せる。当たり前のことですね。様々な不条理も同じくですよ。そう考えたとしたらやっぱりやっていくしかないんだなって。 様々なことをねでやっぱり権力取らないと無理なんですよ。政治の中は権力闘争だから。そんな綺麗なもんじゃないですよ。汚いもんに決まってるじゃないですか。ドロドロですよって。で、カジュアルな格好してきたから、ねあの議会でいじめられたみたいな話があったけど、じゃあ、ちゃんとした格好したやつがちゃんとした仕事してるかって言ったら、皆さんのための仕事なんてほとんどしてないですよ。<laughs> 逆に言ったら楽な仕事してるラ、楽な格好してる人の方がみんなのこと一生懸命考えてたりとか、まあ見た目で判断できないっていう部分はあるでしょうね。まあ何が言いたいかってことですけど、まあ当然これまで数十年にわたって政治が放置されてきたっていう現実を考えるならば、その大きな波が押し寄せてきている現在っていう部分を、なんとかみんなの力で回避していきながら、もう一回立て直していくしかない。そういう話ですね。すいません。 あのまさか自分が言った発言でここまで来るとは思わなかった。ずいぶん遠くに行きはったなって思われたかもしれないですけど、今戻ってまいりました。ありがとうございます。さあ、次の方すいません。次からもっと短く喋りますね。ありがとうございます。えっと私あの高齢者の看高齢者施設の看護婦なんですが、えっと今あのコロナのことが5類2類から5類に変わるっていうので。 で今、マスクのことがすごい個人判断とか、そんなようなことを言ってるのにもすごい危機感を感じてるんですが、えー、とまあ静岡、浜岡原発もあの20キロ圏内、30キロ圏内ってことで、どこに事故になったら避難するんだろうとか、あともう今、台湾有事っていうのもあって、煽られてる感じなんですね、ニュースとか見て。そうしたらどこへ J r となったら逃げればいいんだろうみたいな感じで思っててまあ共通して言えることは今の政府は発信ばっかりしてるけれども受け皿というか保障を削ってななんていうのかなセーフティーネットというかそういうのをなんかこうちゃんと意思で示さないっていうか国会でもしかしたら言ってるのかもしれないんですがその辺りをちょっと教えていただきたいと思いますありがとうございます。 まあもうむちゃくちゃですよ、むちゃくちゃあの、無政府状態とは言わんな、意思がそこにあるもんな、何か、もう目に見えない、なんかこう,、まあもうふ、もう完全にフリーな状態だと思います、やりたい放題、それはもう、えっと去年、今年に始まったことじゃないんですよ、こういうのって、もうずっと前からなんだよっていう、計画的に壊されてきてますね、私はそう思うんです。 急にそんな方針転換するんとかじゃなくて、するのじゃなくて、もうそういうものって、えー、と計画的に進められてることだろうなっていうふうふに思うんです、原発事故がありましたと、これをごまかすために、先々何が用意されているかっていったら、やっぱオリンピックなんですよね、オリンピック取りに行こうって動きになっていくとかね、で、そのオリンピックが始まる前に復興庁を解散させるとか、まあ、結局それはとどまりました。<coughs> とどまる形になったけれども、やっぱりこのロードマップみたいなものを作ってる人たちがいるってことです。それが思いつきでやってるんじゃなくて、随分練られた形で進められてきてるってことですね。例えばですけれど、えっ、ー、と、この、えー、有事、例えばですけどね、台湾有事みたいな話がありましたけれど、そこに関してアメリカと日本が一体化していくっていうような指令本部みたいなものを作るって言ってるけど、そんなもの、最近検討した話じゃないよってことです。 もう随分昔、何十年も前にそれはもうアメリカとの間で約束交わしてんだよってことなんですよ。ただ相手が変わってるだけ。最初はソ連、これが北朝鮮に変わって、それが中国に変わったっていう。で、日本側がやることは何ですかって言ったら、守るのは国民じゃなくて、アメリカの艦船だったりとか、アメリカに飛んでいくものを何とかするために頑張りますっていう立ち位置のままなんですよ。だから何かって言ったら、米軍の二軍が自衛隊になるってこと。で、 米軍は前にしゃしゃり出てきませんよ、お前らやれやっていう話なんです、武器だけ供与するわっていうことが現実になるだろうと、ウクライナ見てみって、正義のためうんぬんと言いながら、自分たちは出てきませんね、出てこずに武器だけ供与して、軍事、軍産複合体が儲かっていくってことが実際に前に進んでると、これ、オフショアバランシング、えー、結局は漁夫の利を得る、遠いとこから見ながら状況が、えー 状況を見ながらね、武器を送ったり、たまに出ていくけれども、自分たちは決して傷つかない、最小限に、えー、その被害を食い止められるような、えー、戦略で、自分たちの、えー、帝国をより大きくしていくっていうようなことは、もうこれもずっと行われてることなんですよ、世界中でっていう。で、その先頭に立ってるアメリカの属国として、植民地として、最前線で頑張りますと。無茶苦茶ですね、やってること。 例えば今、オフショアバランシングって何かってこと、ちょっと見ていただきますね。何の、一体何なんだこの緊張が高まったりとかしてる状態。テレビとか見たりとかしても、もう来るぞ、もう来るぞ。やばいぞ、やばいぞ。相手を叩けみたいなことが盛り上がってますよね。これって何なんですかってことなんですけど、はい。アメリカの戦略、オフショアバランシングとバックパッシング。はい。オフショアバランシングは状況によって、直接的なバランシング。アメリカ自体の軍備、抑止力強化と、 バックパッシング。同盟国に責任を押し付ける責任転換を使い分ける戦略なんですって。で、オフィショワバランシングの方法をまとめると次のようになります。基本的にオフィショワバランシングにおいては、アメリカは対等する大国、今で言えば中国を、他国、同盟国が率先して阻止するように仕向けて、必要な場合のみ、米国自ら介入する戦略。本質的にはこの目的は、 可能な限り、オフショア遠方で、遠方のままでいることがあるが、時折オンショア近接でバランシングを行う必要性も認識していると。近くでやるのは極力避けて、遠くでいろいろやるけれども、武器送ったりとか様々なことやるけれど、必要な時はちょこっと出張っていくんで、みたいなやり方ですね。 ただしその場合は、米国はその同盟国にできる限り困難な仕事をやらせ、自国の軍はできるだけ早く移動させるべきであるっていうのが、そのオフショアバランシングっていう考え方ですね。彼らの主張通りにアメリカがオフショアバランシングをうまく機能させることができれば、争いを避けて自国の国力を蓄えつつ、大国同士を潰し合わせて高みの見物を決め込み、他国が弱体化することによって、自国の国力を相対的に高めることが可能である。 オフショアバランシングの利点をまとめると以下のようになる。消費する資源と犠牲者を減らす。米軍が防衛にコミットする領域を制限し、他国に彼らの役割を果たすよう強いることによって、ワシントンが防衛のために使用する資源を減らし、本国でのより大きな投資と消費を可能にする。そして危険な状況にさらされる米国人が少なくなる。非常に賢いですね。やり方として。でも、その最前線に立たされる属国、 植民地。同盟国とは言いながらも。アメリカと中国の争いに誰が入りたいよ。アジアで入りたいなんて国ほとんどないですよ。逆に言ったらみんなやめてくれって言ってんですよ。外交してんです。メッセージ届けてんです。日本だけ。アメリカについていきます。武器も買わせていただきます。みたいな。はい。おしわバランシング。こういったもの。要はそういうふうに 誘導されていくことに対しててどうやって抗いますかっていう話なんですね。えー、アメリカの学者、ウォルトの分類ですね。ボーキングっていう方法がありますと。何ですか、それ。ボーキング、尻込戦略。ある国家がアメリカの力を制限する、より自動的な方法であり、アメリカが何かを要求したら、それを拒否するだけであると。例えばですけど、アメリカほど強力な国でも、すべての国に、 常に言いなりになるよう強制することできませんね。一部の国がぶればぶるほど他の国も同様にぶりやすくなるってこと。だから踏み込もうと勇ましくしてる奴らに対して、やめとけよって無理無理って。それ絶対やめてっていうことを声上げていかなきゃダメなんですよ。どうしてかってアジアだから。何お前出張ってきて余計なこと言ってんのって。やめろよお前ってこと言わなきゃダメですよ。中国もって。 アメリカも中国もやめろと。選ばすな、俺たちに。ってことを地域で声を上げていくってことをやらなきゃいけない。これまさに外交なんですね。はい。例えば、トルコがイラク戦争で自国領土の使用を拒否したように、尻込みは時に露骨であるが、多くの国はアメリカの要求を形式的に受け入れ、その実現にはできるだけ手をつけないという微妙なアプローチを取ると。ね、直接的に断るとちょっと、ね、何かややこしいな、みたいなことがあると。 でもこのボーキングっていう方法は過去に日本もやってきたんだよって何かを盾にして断り続けるってことが過去には日本はやってきたんだなんだったらこれあの例えばですけれども吉田茂とか、えー、自分がやったことに功績があるとすればそれはダレス国務長官当時の国務長官に再軍備の要求を断ったことだと。 再軍備に使う金を経済復興などを国の復興に使ったことであると、ごめんごめんって、戦争終わった後やし、しかもうち、憲法9条あるからさって、そんな出張っていったりとか、無理やねんっていうことを、うちこういうルールなんで、申し訳ない、本当はね、分かりますよ、お気持ちは、みたいなやり取りをずっと続けてきたってことですよ。憲法9条が守ってくれるというよりか、憲法9条ってものがあるから、ごめんねっていうことをずっと続けてきたってことですね。 そのおかげで朝鮮戦争にもベトナム戦争にも行かずに済んだ。そういう経緯があるってことなんですよね。はい。で、まあ、えっ、ー、と、アメリカの中でもかなり高派の人たちがいます。で、ジャパンハンドラーと呼ばれているような人たち、CSIS とかと関係して、日本の政治家にも入り込んでいきながら政治的にいろんな変化をさせていこうとする者たちの中の一人いますよね。はい。アーミテージさん。まあ、実際に憲法9条邪魔やいうことをテレビでも、インタビュー答えて言うてるんですよね。 憲法9条で守れるのかよみたいなこと言ってるような人たちいますけど、実際に邪魔だっつってんですよ、この人が。ねなんつってるか。必ず憲法9条がバリケードのように道を塞ぐとか。私の意見としては憲法9条は日米同盟にとって妨げにもなってきたと思う。変えるのは歓迎であると。日本周辺でアメリカ人を守るため、自衛隊員も命を懸けるという先生なのだみたいなね。わけのわかんないこと言ってますけれども、とにかく、効力がないわけじゃなくて、効力があったんですよ。それを事実上、 効果のないような、例えば集団的自衛権みたいなものを憲法の改正せずに引っ張っちゃったから。本当、バカですよね。そんなことやっちゃったら断れないよって。だってそれ以外のこと断ったことないやん。全部受け入れてるやん。例えば、日本の空って誰のものってさ、アメリカのものですよ。米軍のものですよ。一都八県の空を米軍が完成してるんですよ。沖縄もそうでしょ。 日本全国どこにでも基地が作れるんですよ。そういう密約になってるから。だから北方領土返ってきませんね。北方領土返すってことになったらそこに基地作られたらどうするって言ったらロシアビビりますよ。やめてくれよって。だから、北方領土交渉になった時にプーチン側から言われたことが何かって言ったら、えっと、アメリカ側にお前基地作るなという話、ちゃんとできてるのかって。つまり自国の領土交渉において、 アメリカにお伺いを立てなきゃいけないっていう時点で、これ、独立国家じゃないんですよ。属国なんです。植民地なんです。創始国様にちゃんと聞いてこいって、ロシアから言われちゃうぐらい恥ずかしい国家なんです。話戻ると、こういうような状況。で、実際、外交外交ってお前らそんなもん、外交で国守れんのかみたいな人いますよ。軍備増強しろみたいなこと言ってる人いるんですけど、一番それがお花畑なんです。この国は外交すらやってないんです。 例えば第二次安倍政権始まってから、北朝鮮からのミサイル95回、核実験4回、この間に政府が何やってきたかって言ったら抗議してます。国内で言ってますもんね。けしからんいかに思うみたいな。舐められちゃいけないみたいなことはなんか政治家その雰囲気出すんですけど、違いますよ。結局その先どこ行ってるかって言ったら中国大使館経由。中国に何とかしてくれ。 っていうことを抗議してるだけなんです。でもそんな伝言ゲーム、外交って呼べませんよね。どうして直でやれるように、ルート作っていかないのって。だって人質もいるんだぜ、こっちは。そうでしょ拉致被害者もいるわけだから。時間に限りがあるみたいなことを言いながら、私のライフワークだとかいう政治家いっぱいいるけど、どうして国交っていうものをつなぐ,つなぐっていうような話になっていかないの交渉のしようがないじゃない。 つまりは外交なんてされてないってこと。じゃあ各国は、この中国とアメリカの対立に対してどのような姿勢で臨んでるかってことを見ていただきます。はい。例えば、アジア、東南アジア諸国の対応、Don't make us choose. つまりは私たちに選ばせるな。どっち側につけなんて選ばせるな。そういうメッセージを発信し続けるってことは、これ、外交じゃないですか。 アジア諸国でそういうメッセージを発しながらお断り。はい。例えばですけど、インドネシアのジョコ大統領、えー、競争や対立をしている時期ではない、えー。他にもマレーシアのマハティールさん、我々は関与したくない。我々はロシアや中国ともビジネスがしたいので関与したくない。当たり前ですよ。だって今、世界中で、その一国で物が作れるなんてことありえないでしょサプライチェーンなんですよ。 1> iPhone 1台作るのにも各国の力がないと届かないんですよ、手元に。どこかが届かれば物も届かない。だからこう、どんどん、なんだろう、物価も上昇していくって、いろんな連鎖が生まれるんですよ。勘弁してくれよって、いう話なんですね。他にも、例えば、これは韓国で今年の二月え、去年の2月か、ソウルで開催された韓国フォーラム2020年で、外交部の経済大使が語った言葉、どんな陣営に入ったとしても中国との協力は不可欠だと。 まあ、あ韓国ですから、アメリカ、日本陣営に近いですけれども。でも、どんな状況になったとしても中国とは切れないよってことは言ってるわけですね。他にもインドネシアの外相、対立に巻き込むな。えー、他にもシンガポールの首相、アジア諸国は米中のいずれか一つを選ぶという選択を迫られていることを望んでいない。他にも、えー、シンガポールの外相は、誰も猫の手になんてなりたくないってことまで言ってます。属国になんてなりたくないって。 他にもフィリピンの国防省。私が心配しているのはアメリカの保証がないことではない。我々が求めて欲し、えー、欲してもいない戦争に巻き込まれることだ。えー、スリランカの首相,、えー、首相、いかなる軍事対立にも巻き込まれたくない。当たり前ですね。マレーシアの国防省。大国も私たちの自己決定権を取り上げることはできない。はい。アセアン全体で様々な会議が開かれますけれども、外省会議でも えー、ASEAN アアは地域の平和と安定を脅かす争いにとらわれたくはないと。様々連携をしていきながら、こう、彼らに自制を求めてっていう外交を続けてるんですよ。はい。えー、この ASEAN アアの会議でも、タイの、えー、首相が、えー、ASEAN は誰とも対立しない。どっちの側にもつかない。えー、オーストラリアの元首相、ワシントンと北京のどちらか一方につくつもりはない。他にも、えー、 オーストラリアの首相、元首相、中国封じ込め論、決して支持しない。えー、そして、えー、オーストラリアの国防省、二者択一を迫るようなことはするな。そういう話なんですこの世界の動き見てて、日本の動きだけおかしいでしょ。私はそう思うんですよ。これ何の意味があんのってことなんです何の意味が、意味がないんじゃないですか。意味はあるんですよ。緊張を高めることによって儲ける奴らがいるってことですよ。 戦争になればさらに儲かるって奴らが出てくるってことなんですよ。軍産複合体、軍事産業に対して貢献をするような、そういう戦争ビジネスに俺たちを巻き込むなよってことを、今、この国に生きる人たちが声を上げなきゃいけないってことなんですね。でも多くの人たちは、ウクライナの状況を見て、やばい、日本が来た時には、自分たちの国ぐらい守れなきゃいけないよねっていう感覚になってる。そゃそうですよ。あんだけ日々、 テレビで洗脳され続ければそういう思いにもなる。でも冷静になってみてって。ウクライナ、ロシアがやったこと、侵攻したこと、侵略したことは絶対にやっちゃいけないってことは最大限の非難を申し上げなきゃいけない。けれども一方で、それ以外の部分は中立に、私は保つつもり、保つのが一番いいと思ってるんです。だって、 その停戦の交渉ということのカードに日本がなり得ることも考えなきゃいけないってこと。G7 と足並み揃えて一緒に経済制裁を加え続けたとしたら敵国の一つになっちゃうんですよ。でも敵国になっちゃダメなんですよ。敵国にならなければエネルギーももらえるんですよ。それだけじゃなくて、その緊張がアジアにラウンドが回ってきたときに、日本はどう対処するつもり 目の前にいるのロシアですよ。中国ですよ。つまり何かつっ,ったら、自民党がやっている現在のアメリカ一辺と、あなたの背中についていきますみたいなことだったら、この国無茶苦茶にされるよってこと。絶対やっちゃいけないんですよ。で、ごめんなさい。最初のとこだけ行くわ。ここまで話したから。ぼんやりちょっと話すだけじゃわからないかもしれないので、欧米軍事企業の笑いが止まりませんよってことを見ていただきます。こちら。9.11の後からは、アメリカの軍事企業、 その株は急騰してるよって。例えば、ロッキード・マーチン。これ、まず最初の大きな山が来たのが9.11のテロから。次はリーマンショックで下がっていくけれども、IS の台頭でまた爆上がり。北朝鮮の緊迫するだけでも爆上がり。そして、ウクライナ侵攻でも上がっていくと。右肩上がりですね。はい。株価です。で、レイセオン・テクノロジーズっていう。これも右肩上がり。同じような理由で。そして、ノーストラップ・グラマン。右肩上がり。ゼネラル・ダイナミックス。右肩上がり。 で、軍産複合体を研究する人から見たら、この状況何なのかってことなんですけど、90年代の初めから2000年代の初頭までは、軍事産業には市場の関心ゼロだったんだよって。でも2001年から突如株価が急騰して、例えば90年代の100ドルの投資が、現在400ドル止まりの他の産業に比べて、軍事産業2000ドルに高騰してんだって。 アメリカの防衛産業は防衛政策とは無縁の金融市場の論理で動くようになってしまった。今や市場が同産業幹部、アメリカ政府に政策を強制しかねない状況になった。ウクライナ戦争ではどうなってますかってもうその緊張が高まった。そしていろいろ、いよいよ侵略っていうようなことが進んでいったときに、アメリカの八大防衛関連企業が紛争の長期化に備えることを目的としたペンタゴンの機密会議に招待されたりとかしてるんですね。 で、えー、武器対応法と、どんどん武器を送れよっていうようなことも前に進んで、で、その中でも成長しているっていうかね、まあ各防衛産業は成長してるんですが、レイセオンっていうところの売り上げ、結構上がっちゃってんだって。なんでですかって言ったら、皆さんテレビでも見たことありますよね。レイセオンが作ってるもの何なのか。ジャベリンとかスティンガーとか。ね。こういうものを作ってる人たち。で、まあ、とにかく、えー、陸軍はウクライナに1400機スティンガー対空ミサイルを送った。 で、その後にまた6億2400万ドルの契約をレイセオンに新たに発注したんだよって。結構バンバン発注かかってて、もう右肩上がり。で、この方ご存知ですかって。2016年から2000年まで、レイセオンで取締役だった人。ロイド・オースチンさんって方。この方、2021年からはバイデン政権でペンタゴンのトップやってるんです。国防長官ですよって。はい。これって回転ドア人事って言うんじゃないのって。 ある業界、ある企業、業界、えー、その内部の人間を政府内に送り込んで、企業、業界内の利益を最大化させるような政策決定に関与させると。日本がこれからアメリカ様、買わせていただくトマホークとか様々な武器ありますけど、トマホークどこが作ってるんですかって言ったら、もちろん冷静音でございます、みたいなね。はい。まあ、こういった状況、もうちょっと説明してもいいんですけど、もうそろそろ皆さん、疲れてきましたか一旦ここで終わりましょうかまだ続きはあるんですけど、一旦ここでやめますね。 話戻ると、様々な不条理が押し寄せてるっていうことは、決して、昨日今日何か思いついて前に進んだことじゃないし、ここまで社会が崩れるっていうのは、昨日今日いきなり何かが起こったわけじゃないんですよね。何十年にもわたって、政治への監視というものを多くの人々が怠ってきた。私もそうですよ。政治に対して、あの、全然目を向けてこなかった。 だからこの国の株主としての役割を果たさなかった一人として非常に悔しい思いをしてるんですよ。ある意味で気づいちゃったからもうこれやるしかないっていう。とことんやってやろうぜっていう気持ちになったってことですね。まあ何かって言ったら様々なことが政治を通して決定される。逆に言ったら政治が一番大きな決定をしていくわけですよ。政治で決め、決まったことは政治で覆せる。当たり前のことですね。様々な不条理も同じくですよ。そう考えたとしたらやっぱりやっていくしかないんだなって。 様々なことをねでやっぱり権力取らないと無理なんですよ。政治の中は権力闘争だから。そんな綺麗なもんじゃないですよ。汚いもんに決まってるじゃないですか。ドロドロですよって。で、カジュアルな格好してきたから、ねあの議会でいじめられたみたいな話があったけど、じゃあ、ちゃんとした格好したやつがちゃんとした仕事してるかって言ったら、皆さんのための仕事なんてほとんどしてないですよ。<laughs> 逆に言ったら楽な仕事してるラ、楽な格好してる人の方がみんなのこと一生懸命考えてたりとか、まあ見た目で判断できないっていう部分はあるでしょうね。まあ何が言いたいかってことですけど、まあ当然これまで数十年にわたって政治が放置されてきたっていう現実を考えるならば、その大きな波が押し寄せてきている現在っていう部分を、なんとかみんなの力で回避していきながら、もう一回立て直していくしかない。そういう話ですね。すいません。 あの、まさか自分が言った発言でここまで来るとは思わなかった。随分遠くに行きはったなって思われたかもしれないですけど、今戻ってまいりました。ありがとうございます。さあ、次の方、すいません。次からもちろん短く喋りますね。